皆さん、こんにちは。埼玉県ふじみ野市のベストインテリアです。今回は、地元アイムふじみ野のお客様宅、カーペットの張り替えの工事をさせていただいています。まあ、私どものこの YouTube の投稿を、まあ、いろんな業者さんが見ていたり、また一般の方も多くご覧いただいています。そんなことから、一般のお客様よく職人さんがどんな道具を使っているのかな、そんなちょっと興味がある方もいらっしゃると思います。そんなことから今回は、このカーペットの職人が使う道具のご紹介をしてみたいな、とそんなふうに思っています。まあ、こちらはニーキッカーと言います。カーペットの表面を、まあ、差し込んで、まあこのダイヤルで、針の長さの調節をすることができますが、カーペットの根元部分の皮膚、まあ、カーペットを折ってある基本的なこう布があるわけですが、そこのところを引っ掛けて、そして足で、膝で、蹴ってカーペットを引っ張る、そういった作業をする、まあ、カーペットの施工には、欠かせない、そういった道具、これがニーキッカーになります。そしてこちらがカーペットトリマー。カーペットを、壁際でこうカットしていく、そんな道具になっています。ちょっとここ影に隠れていますが、これはループパイルカッター。今回施工するカーペットは、ループ状のカーペット、表面がこう、丸くなっていますが、こちらの根元を、探して、そしてこう、皮膚をカットを入れていく。そういった道具になります。まあ、これは普通にこう、目打ちと言われていますが、カーペットの根元を探して、目通しをする、そういった作業に使ったりします。また、このローラーの方は、これは、カーペットの壁際の押さえとか、そういったものに使ったり、あるいは、カーペットを、こう、末端の処理で差し込むときに使います。そんな使われ方をします。これがトリマーですね。ちょっと元に画像を戻しますが、そしてこちらがシーミングアイロン。カーペットをつなぐための、こちら、シーミングテープ。このテープに、接着カーペットをこの上に乗せて、このアイロンで熱を加えて、このシーミングテープを溶かして、カーペットをつなぎ合わせる、そういった道具になります。以前は手縫いで、からげて、カーペットの接合部分を仕上げておりましたが、今はこのカーペット、シーミングアイロンが非常に便利です。そしてその繋いだ後のカーペットを上から圧着するような意味での、この、まあ、コテのようなものがあります。一応こんなものがカーペットの基本的な道具になっています。今回、アイムふじみ野のお客様宅では、ループ状のカーペット、ウールのカーペットですね。毛足が8ミリで、前圧が10ミリの多連鋼、素材感の良い、質の高いウールのカーペットを施工させていただいています。これが、アメリカのロバーツ社の、シーミングアイロン。このような工具、結構アメリカ製が多くて、私が施工しておりました、30年から40年前も、この同じような、こういった道具を、アメリカのロバーツの工具を使っておりました。今、目通しをしている作業ですね。そして、末端をハサミを入れました。その上で、このループパイルカッター、まあ、ループパイルの根元のカットをしていきます。まあ、先ほどこう、目通しをしていますので、それに沿って、このループパイルカッターが、
機能します。まあ、こういったループファイルカッターでカットしたり、あるいはハサミでカットをすることもあります。このカーペットの接合部分は、接合する側と接合される側のカーペットを同じような作業をして、切断をして、接合部分を作り上げます。その上で、先ほどのシーミングアイロンをかけての接合をするわけですね。まあ、私も以前こういった施工をしておりましたので、そういった観点から、職人さんに、いろいろ指示をして施工してもらうことを心がけております。どうぞ丁寧な施工を心がけています。埼玉県富士見野市のベストインテリアでした。どうぞ気軽にお声掛けください。